なで方の鳥系獣人族、宿屋鳥マンの店主、ついに登場。はい、鳥マンチャンネルを始めていきたいと思います。7月25日月曜日。はい、というわけで、待ちに待ちました、今日本日ね、7月25日、我らがね、下関が世界に誇るね、ベストセラー作家の赤井祭先生のね、暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが、コミカライズ版第4巻ついにリリース。すごい、シリーズ累計100万部突破、すごい。でとうとうですね、お話の流れ的にこのコミカライズ版のね第4巻に、私、原作のね2巻、66ページに登場する、鳥系獣人族のね宿屋鳥マンの店主としてね、赤井祭先生がね、本編に登場させてくださっておりますけれども、そのねコミカライズ版でも登場するのかっていうことでね、もうねワクワクがね止まらなかったんですけれども、まあ結論を言いますと、トリマンっていう名前とね、鳥系獣人族、なで方の鳥系獣人族っていうね、この詳しい説明っていうのはなかったんですけれども、まあ、大人の、ね、事情という、あともう尺ですよね。もうコミカライズ版にするとこう、ね、情報量を積み全部原作の通り、ね、詰め込むとまとまっこの、ね、一巻に入りきらなくなっちゃいますので、あれなんですけれども、後半ですね、前半読んでてね、あらエルフ編の流れがまだだいぶ続くんだなと思ってね、あれ4巻出てこないかなと思ったらラストね、ラスト出てきました。はい。でまあこのね、一番大事なねこの宿屋に泊まるねシーン、ちょっと喋ってみたいと思います。これね、著作権の問題でね映せないので、まあ、読んでみましょうかね。ご宿泊ですね、かしこまりました、部屋に案内しますので少々お待ちを。春。はい、セリフがね2行、2コマありました。で、鳥なんかなこれ、多分これね鳥系獣人族だと、まあ確かに太ってますね、太っててだいぶおじいちゃんというかおじさんですけどね、首がもうちょっと長かったんですけど首ないですね、なで型ですね、とにかく、はい、これは私だと思います。はい。でちょっとね、宿めっちゃ綺麗ですけれども、これもねトリマンの表記はないんですけれども、なんとかね、原作の設定通りね、私らしきおじさんが登場しておりますので、よかったらね皆さんお買い求めいただけましたらね幸いです。めっちゃ売れてます、100万部。まあできればね原作の方をね先に読んでコミカライズ版をね読むと、すんなり入ってくると思いますので、まあ原作のね2巻のね66ページに私、ちゃんと出てますの で説明もね、書いてくださっておりますので、まあ、ぜひ読んでみてください。はい、はい、ということでね、夢が、叶いまして、今ねちょっと、自分のねセリフを軽くねアフレコしてみましたけれども、これがねコミカライズまで来ましたと、これがねアニメ化された時に果たしてどんな感じで出てくるのかとね、このコミカライズ版のデザインそのままなのか、はたまたまたちょっと内容をね、赤井祭先生の方がいじってくださって、よりリアルにね鳥っぽくしてくれるのか、撫で方を際立たしてくれるのか、名前を出してくれるのかね、まあ、いろんな楽しみがありますけどね、ぼちぼち多分アニメ化もね、されるんじゃないかなとね、異世界転生ものねめちゃめちゃ流行ってますからね。でこれね累計100万部売れておりますのでね、異世界転生ものの中でもねめちゃめちゃ売れてる方のね、数字だと思いますので、楽しみですね。はいはい、というわけでね、まあそんなこんなで本日ね、週明け月曜日、
まあ、話はですね、まあ、成長見通し、今年のね、成長見通しが 2%、になりますよと。で、最低賃金のね、お話がニュースで出てきておりまして、今全国平均が930円で、政府のね、目標が1000円にするっていうのとはね、まだまだだいぶ離れておりますので、で去年のね、上げ幅が 3% 程度だったので、まあ、今年も、3% 上がるのかなということで、山口県の今最低賃金が857円なので、これに 3% やると882円になっちゃいますので、だいぶ上がってくるなという感じですよね。まあ、これがね、東京の方になるとですね、また大変だろうなという感じ。東京今なんぼですかね。東京が今1041円が最低賃金なんで、まあ、これが1072円になるということなんで、だいぶ上がってくるなという感じですよね。で、まあ他の業界は知らないですけども、我々ね、居酒屋業態というのは、まあ、死に体になってますので、まあ、原材料費が上がり、そして人件費が上がり、で都会とかだったら家賃も上がってるのかな、まあ、いろんな要因がありますけれども、であとは人手不足だから、あの求人募集のね、広告を、求人広告をめちゃめちゃ打たないと、常備打ち続けてないといけないような多分状態だと思いますので、まあそっちの方のお金がまたかかりますよと。でお客様がね、今そのね、コロナと、まあ、いろんな要因で出てこられないと、出てこないというね、ことなんで、まあ、広告費も、多分打ってると思いますので、まあ、そう考えるとね、利益率っていうのはさらにね、あの低い感じになってると思いますので、3% ね、これにね、人件費乗っかってくると、まあ結構厳しくなるよなっていう感じですよね。まあそもそも人が多分今いないと思いますので、まあ最低賃金じゃあ来ないから、まあ最低賃金プラス、857×1.03、まあ、山口県でいうところの882円、プラスの、まあ、夜だったら最低982円出さないと、まあもう夜は1000円ですよね。1000円以上出さないと、まあ、見向きもされないような状態だと思いますので、まあ、うちはもう、はるか昔から1000円超えてるんで、まあ、あれなんですけれども、まあ、それでも、まあ、上げていかないといけないだろうなという、感じですよね。はい、まあ売り上げは上がらないし、ね、原材料費も上がるし、人件費も上がるし、ね、本当に経営者いいことな、いいことねえなっていうね、状態が本当にこの数年続いておりますけれどもね、うまみがねえなっていうね、状態がちょっとね、続いておりますので、本当にね、あの辞めたっていう人が多分これから増えると思いますので、まあ、去りとてまたね、始めようかっていう人もいますのでね、まあ、こう入れ替わりがあるんでしょうけれども、まあ、今ねやっても多分ね、結構厳しいと思いますので、今までね長いことその通常のね、まあ、コロナ禍も生き残ってきて、現状まだ、別にやれんことはないけど、もう先がないからやめちゃおうみたいな人が結構出てくるんじゃないですかね。もう限界です、参ったのパターンじゃなくて、まだ余力があるけれども、もう先が見えないから、余力がある間にもうね、業態転換するか、もう普通にサラリーマンするかみたいなね感じになる人もね結構いるんじゃないかなと思います。はい、で今日ですね、今日はね2人営業だったんですけれども、暇でした。暇な中ですね、トヨタのね大先輩方が、二次会で一回ご来店くださって、一回ね、お見送りをして、でラーメン屋がね閉まってたということで、またラーメンを食べに来てくださってですね、2回もねご来店くださいましてね、ご支援いただきまして、まあ終わってみたらね、まあ、暇は暇やったんですけどね、暇の中でもね形になることができましたよということで、
いや本当にねありがとうございました。で、ね、ご報告というかね、まあニュース、これはね、で今日ね、日曜日に本当はね定休日の夜にね一人でこそこそ動画撮ってたんですけれどもね、まあそのね動画が作ってたのをね、ストックがあったのを1本下ろしましてアップしたところ、結果だけ申しますと、現在ね今65万再生してますということでね、初日で65万いってますので、うわこれ久しぶりにミリオン動画できるぞということでね、ちょっと秒数がね短かったんで難しいかなと思ったんですけど、今流行りのね、ネタに乗っかってなで型のね、肩パッドネタを無事込んでみましたところ、なかなかね好評で、コメント欄もねにぎわっておりまして、結構いい感じに、ね、なっておりましたので、今のとこねいいねの数も1万超えてますから、結構ねいい感じなんで、1万超えてるんで多分、明日ぐらいにもしかしたら100万いくかなっていう感じですよね。なのでちょっとこれシリーズ化できるかなと、まだね肩パッドが足りないと言われましたので、足してやるっていう手もありますしね、また別パターンももう一個ね別パターン撮ってるんですけど、それちょっとクオリティ低かったんで、また作り直そうかなと思ってたりするんですけれども、そしてさらにねフォロワー数がね3000人超えました。ありがとうございます。現在のフォロワー数が3062人になりました。一気に増えましたね。やっぱ一発当たるとね100人ぐらいボーンと増えますよね。ありがたいですね。はい、というわけでね、とうとう3000人超えてきたので、まあ、ヘズマリュウさんが、TikTok ライブかなんかの時にね喋ってたのが、まあ素人のね女の子と話してる内容で、その子が、3000人ぐらいフォロワーがいてね、3000人っていうのはねなかなかできないことだから、その才能だから続けてた方がいいよってねアドバイスをされてたので、あそのね3000人とうとう到達したので、私もね、もうちょっとねブレイクしたいなと思っておりますという感じですね。はい、大変ね、嬉しゅうございました。はい、そんな感じでね、いいことがね2つもありましたね。はい、コミカライズ版にね私出てましたよっていうのとね、TikTok、3000人フォロワー達成と、新作なで型動画が、65万初日で行ってまだまだ、上がりそうなので、まあ、今日か明日ぐらいに、100万再生いきそうなので、ミリオン行ったらですね5本目のミリオン動画主になれますので、嬉しいですね。はい、そんなわけでみんなね買って読んでください。お願いします。はい、終わります。